どうも、イコイです。先日、ハロプロのファンクラブ会員の男女比が逆転したという記事が公開されました。そんな今回は、なぜハロプロに女性ファンが増えたのか、その理由について個人的な見解を紹介していきたいと思います。まずはこちら。楽曲の多様化。近年のハロプロは、山崎葵さんや大橋理子さん、 小玉あメこさんなど、女性アーティストの方が作詞作曲に携わることが多いです。ジュースジュースのヒット作になった人それなど、女性目線の楽曲はここ数年で明らかに増えました。2014年以前のハロプロは、良くも悪くもツンク楽曲一強だったので、楽曲の幅が広がったことで、より広いファン層の獲得につながったのではないでしょうか。次はこちら。 芸能人ファンの増加と PR 企業、青井優さんや松岡真由さん、荒木優子さんなど、ハロプロ好きを公言する芸能人が近年増え続けています。それまでのハロータのイメージとは異なる彼女たちのファン増は、ハロプロ全体の大きなイメージアップにつながりました。 この辺りはうまくメディアを使って PR した事務所の功績ではないかなと思います。次はこちら。ミニモニー、キラレボ世代の回帰。近年の現場では女性ファンの中でも 特に20代から30代の層が多いように感じますが、これはミニモニやヒラレボを見て育った世代と合致します。幼少期、ハロプロに自然と触れていた世代が、テレビ番組や YouTube で最近のハロプロを知り、調べていくうちにファンになったというケースが多いのではないでしょうか。次はこちら。個別イベントの開催。2012年から個別イベントがハロプロでも実施されました。それ以前は、 例えばメンバーと写真を撮るには20万円以上するハワイツアーに参加するなどとにかくハードルが高すぎました。それまでのパフォーマンス主義を残しながら握手文化をうまく取り入れたことで若いファンを新たに獲得できたのではないでしょうか。最後はこちら。 時代の変化。2022年現在、ハロプロに限らず、アイドルを応援することが、以前よりも抵抗が少なくなってきています。この傾向は今後も加速していくと思うので、女歌の割合は一層増加していくのではないかと、個人的には予想しています。いかがでしょうか皆さんのご意見や、ハロプロにハマったきっかけについても、コメント欄で教えていただけると嬉しいです。では、ここまでご視聴いただきありがとうございました。 今後もこういった動画を投稿していきますので、良ければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。では、バイビー。